国土交通省大臣官房審議官や、国土交通省北海道開発局長、国土交通省北海道局長、北海道大学公共政策大学院特任、教授等を歴任した。北海道出身。国家公務員採用上級講習試験に合格し、1977年に、北海道大学工学部土木工学科を卒業し、北海道開発庁へ入庁。 1995年北海道開発局、小樽開発建設部小樽道路事務所長。1996年北海道開発局、長官房開発調整課防災対策官。1998年北海道開発局、網走開発建設部次長。1999年北海道開発調地成課事業計画調整官。2001年国土交通省。 北海道局地成果事業計画調整官。同年国土交通省北海道開発局建設部道路建設課長。2002年国土交通省北海道開発局建設部道路計画課長。2004年国土交通省北海道局地成課長、2006年国土交通省北海道局参事官。2008年国土交通省大臣官房審議官。 2010年から国土交通省北海道開発局長を務め、リーマンショック後の補正予算を受け、景気対策等のための前倒し発注を進めるなどした。2012年国土交通省北海道局長。2014年北海道大学公共政策大学院特任教授。2017年北海道大学公共政策大学院客員教授。 2018年公益財団法人ツールド北海道協会場無理事ありがとうございます。